では本日はよろしくお願いします。お願いします。今からちょっとしたゲームをするんですが、はい、その結果がこちらのメモ帳の方に予言されています。ほう。じゃあすいません野島さん、こちらのサイコロ仕掛けがないことを確認していただいて、はい、それで仕掛けがないと分かったら全部振っちゃってください。はい、1の裏は6ですし、はい、何かが出やすいということもなさそう、まあ、なさそうですね。はい、振っていただいてよろしいですか。うん、まあ、こんな感じでバラバラの目が出るというわけなんですが、ちょっと並べ直します。適当に、まあ、こんな感じでこう並べると、はい、大きいやつがあったりとか小さいやつがあったりとかします。今からちょっとしたゲームをします。そのルールをちょっと説明するんですが、このサイコロの端っこどちらからでも結構です。1個ずつお互いにサイコロを取っていきます。本来合計値が多い方が勝ちなんですが、今日野島さん初めてだと思うので、僕ちょっと小さい方をできるだけ取ろうかなと思います。できるだけじゃあそちら大きい方、ちょっと1取ると勝負にならないので、じゃあ相手、じゃあ逆にそっか、というわけで、はい、まあ、なんか僕が勝ってしまったんですが、そうですね、問題はここからでして、まあ、僕の方はなんかこう好きなものを取れたので、はい、あまり予言されていても不思議じゃないかなと思うんですけれども、問題は野島さんの方ですね。他に予言はない、はい、こちらの方、赤いサイコロが2つと青いサイコロが1つ、そして合計が5と1と4で合計が10。おお、すごい、ありがとうございます。